今日も改めて百姓天国、本日は2020年の3月22日、さあ本日の動画第2弾ですけども、はいはい、どいてください。いい気持ちで踊ってる、ね、今日は暖かいからね。今日は本当になんか春の、いい日和ということで、さ あやってまいりました。ヤーコンです。さあこれがヤーコンの苗です。球根ですね。千葉から持ってきましたということですね。覚えてますかこれ、はい、おー、ヤーコン球根です。で、まあ開けて見てみると、はい、こういう感じですね。あ、すごい。はい、ちょっとね、ちょっと傷んでる、一部傷んでるものもあるんですけど、ちょっとしけってるですね。ちょっとしけっていて、発泡スチロールとこれとでこう保存をしてるわけですけども、下の方がまだいいかな。やっぱちょっとしけってるのはあんまよろしくないですけど、まあまあ大丈夫でしょう。こちらの方がいいね。ということで来年からはというか今年の冬からはやっぱりこのこちらの方が状態いいですよね。明らかに状態がいいですね。これはもみ殻ですね。あの燻炭ね。はいはい、ごめんなさい。ということで、そしたらこれをこう取り出して、こうやだ、この中に手を突っ込みたくない。なんでかっていうと、はい、この中にゲジゲジ君の虫がいるというふうにあなたはお考えです。へー、ということで、はい、これ状態がすごくいいですね。これがだいたいとてもいい状態で、芽が出てますんで、これも植えたらすぐ出てくると思います。やっぱりね、ある程度こう湿気がない状態に保つということですね。だからやっぱり発泡スチロール、こっちはもう一つはどうですか。発泡スチロールだからあんまり良くないのかな。まあまあですか。なんだろうな、やっぱりちょっと湿気ってますけどね。でもまあ状態はとてもいいんじゃないですか。はい、こういう形で保存すれば、これでねハウスの中に、置いときましたので、まあヤーコンはだからこういう形でそんなに保存自体はね難しくないですよね。はい、ということで、そしたら、お宅は見てるだけ。私は準備できるまで軽トラに戻った。準備ができるまで、お休みタイムを。おやすみなさいコースというのがあるんですか。私一応農園主ですけど、はい、この農園の福利厚生でおやすみなさいコースっていうのがあるんですね。朝から晩まで草むしりコースとかっていう、同じ位置に軽トラおやちみなちゃいコースっていうのがある。おやちみなちゃいコースっていうのがあると。そうですか。好きな時にそれを発動できるわけですか。そうですか。多分これ今もし見ているですね、全国の有機農家がいたらですね、グッとこうね、グッと多分拳を握られてるんじゃないかなと思いますけど、握る、私も一応握りますけどね。私も一応握りますけども、後者はしませんが、はい、眠い。今日はでも本当あったかいね。20度超えてる予想ですから、おしもしっかり食べちゃってね、満を持してだからヤーコンやろうかと思ってきたのに、ポカポカ陽気でね、眠くてですね、はい。でもほら、これからね、がっつり体を動かさないかん。はい、そうですね。そう、伏せ込み、これから直接球根をね、こうやって植えていきます。じゃがいもとはちょっと違いますけれどもね、はい、また説明いたしますよ。このマルチの、そう、まず穴を開けないといけないですから。私ヤーコンやったことない。ヤーコンやったことないかったっけ。やったことない。動画も見てない。動画も見てない。また向上心ないですか。自分が興味ある動画しか。ヤーコンでも好きでしょ。ヤーコン美味しくないですか。ヤーコン、うん、うん、ヤーコンね、美味しいですね。で、植える時にね、こうやって、わかります、これちょっと傷んでるのわかります。こういうところをちぎって、そうそう、こういう生きてるところを植えていってください。わかります。この白いやつが、そうで、これ例えばこれめんどくさければこのまま、例えばこれちっちゃいでしょ、これもいいの、これもこのまま植えてください。これ例えばこれ芽が出て、これを上にこうやって植えるわけね。で、これだったら例えば大きいなと思えば、これだから量があるからもう割る必要ないけど、こうやって割ってもらって植えてもいいです。そうそうそう、これを上にこうやって出るように植えてください。よろしいですか。
間の中に入れると何て言うんですか、湿度などね、一定保たれるということでございまして、はいね、じゃあなんでもみ殻じゃないかんのかもう、あ、くんたの方がいいよね。くんたの方がね、こう湿気をこう吸ったり吐いたりして調節してくれるわけですね。だから保存にはね向くですよね、はい、だからまあくんたんね、自分で作ってるわけじゃないですよ、普通に売ってますから、こういうものを入れてね、はい、よいしょ、とりあえずこれで1ベッドぐらい行くんだったら多分ね10本、30メートル10本だから量的にはね十分だと思いますから、余るかなと。それをね、でちなみに販売しようと思ってるのはこれをそのままですね、だいたいちょっと値段、これで10個入りとかですよね、こんな感じで、なんかどういう形かわかんないですけど、これでホームセンターめっちゃ高かった。そうです、だからホームね、我が農園は完全無農薬、うん、そうです、3つぐらいで5、600円でしたからね。まあ私もうちょっとそこまで高くするつもりはないですけどね、でもまあ10個ぐらいで、はい、こんな感じですよね。いくらぐらいにしたらいいか、ちょっと考えます。ホームセンター行ってちょっとね、ホームセンターのエアコン内を参考にさせていただきつつね、いや、ホームセンターでも球根内、エアコンの球根として売ってましたからね、ちょっとその値段を参考にしつつ、めんどくさいよ、これ1個で植えちゃっていいわけですからね、参考に、まあ、また動画配信しますからという形でね、これで多分何個ぐらいあるからかな、1ベッドぐらいいくかなという形ですね。うん、よいしょ、数がね、確保が必死でございますのでね、まあ増やそうと思えば、これを例えばこうあるのをですね、こうやって割っていけばいいんですね、こうやってパキッとね、植えるときに、でこうやって植えるという形ですか。でもやっぱり発泡スチロールはあんまり状態が良くないですね。確実にね、発芽させないと結果分になりますので、毎年こうやってますよ、はい。今やっぱりこういう箱に入れた方が状態はいいですね。からこういうのを買ってきてね、千葉であった時はもっとでかいやつがあったんですけど、引っ越しのどさくさに紛れてね、これのこの倍ぐらいのやつを2個あって、それに満タンに入れたんですけど、どっか行っちゃう。そう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 、それがね、本当にどっか行っちゃったのよ。あれ、いや、だから向こうでそれがあるってことも分かってるけど、見つからなかったの。だから時間切れで、よく探せばよかったんだろうけど、もしかしたらなんか捨てちゃったのかもね。さつまいも入れてたとか、あそこに入れたのかな。いや、見たけどね、なんかまあね、そうやってどうしてもね、そう、なかなかね、バタバタしまして、いちいち探してる余裕はなかったんでね。はい、こんな感じですか。でもやっぱりあんまりちょっと湿気って、この辺はダメですね。この辺はちょっと傷んでるので、どうかって話ですね。はい、で、あとはじゃあ穴開けてコンボカッターですね。さあ、やっていきますか。あ、それ持ってきてくれる、あれ、そのバケツ。さあ、ということでね、30メートル10本ですから、そんなにね大したあれではないんですけれども、まあ本当はね、まあ、こっちはあれですけども、いくらでも量があるんでしたら大体目分量で打ちますけど、一応1列ぐらいは、これで60センチ、株60センチぐらいですからね。でもだんだんやってれば多分ね、めんどくさくなってきて、適当にもう自分で直接50センチでいいな、50センチ。はい、で感じでやって、あとポンポンカッターですね。はい、それで、植えます。よいしょ、ね、でこれだったら例えば目ちょっと大きいじゃない、うん、割るの、そう、めんどくさければこれよりちっちゃ、これだったらもう1個でいいかな。でこれを上でこういう風にしてグッグッと入れて、で周りからこうやって、もう隠して、そうそうそう、でここがちょっと芽が出てる、はい、これで OK、 ちょっと出しておきます。でこれだったら例えばちょっと大きいが、そしたらこう持ってパキッと割る、これが最小単位だと思って、はい、そん
なに顔に近づけてもでもいいって見えとるね。どんだけ近づけはい、ちょっと入れてみて、はい、やってみて。よいしょ、はい、腕周りから土を寄せてきて、でちょっと頭出すのよ。 OK、 よし、オール OK っていうので、はい、でもしこれをこう持ってくるのが重くてダメかったら、これをあのほら腰かごに入れて、それでちょっとずつ入れてもいいし、こうやってほら運ぶのが面倒じゃん。あ、これをさらにこう、そう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 、でこれもこうやってグググッと入れてね、で周りからこうやって、なんか例えば、うん、ポロ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 、例えばこうやってなんか、あ、でもこれはこういう風で、これはまあこの大きさだったらもうちょうどこれ1個だね。大きくなるね。じゃあ、そう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 、こうやってなんかいっぱいある。あ、そも気にしなくていい。どこの目を上にする。あ、一番それはあなたに任せます。別にどれでもいいです。それ一番大きいやつ。そうだね。 でもこの球根とかがあれだから、これをこういう感じでいいんじゃない。まあある程度ね、まあでも気にしなくていいです。要はこう土の中に埋めとけば大体発芽してきますのでね。はい、これ感じです。これだったらちょっともうこっち下のやつが死んでしまうじゃん。だからここで、ここら辺で真ん中にこうやって、こうやって、そしたらこのままこことこう植えればいいでしょ。この球根ももしかしたら出てくるかもしれないじゃない。たくさん出てきた方がいいですからね。はい、ということで、30メートル10本ね、300メートルよろしくお願いいたします。私は1本だけ、30メートルだけだから残りの、あなた1本で私が9本やると1対9の割合だと。1対9、仕事はあれですけども、ただ権力構造は9対1、あるいは10対0という。万歳。今日はあったかいですね。さあ、そういうことで、じゃあ9本ぐらい余裕です。まあまあね、そんなことで、じゃあこういう感じでね、やっていくということでございます。さあ、じゃあまあ一回ここでね、撮影を中止して、まあこういうこと、これがね、エアコン球根でございますのでね、余るかと思いますが、今日全部植えてね、あの余らなかったあれですけども、まあ余ったらまたね、販売いたしますのでね、よろしければということで、とりあえず後でまた動画あげます。つくしを撮ってね、ほらつくしですって。